この開幕からの好調ぶりというのは、ね、すごい強くて楽しいです。相手セレッソ大阪です。はい、頑張ってほしいと思います。今日勝てば本当の強さだと思います。やってきましたセレッソ大阪。あー、ファジアのサポーターブーイングです。ブーイングで迎えております。世界のスーパースターホルラン選手や日本を代表する選手が揃うビッグクラブセレッソ大阪。岡山に少し早い桜の襲来、迎え撃つ我らがファジアーノのキャプテン。冷静な中にも熱く燃える闘争心。自分たちにしたらもう優勝を目指してるわけですから、相手が出かかろうが関係ないです。まあたくさんお金は持ってるんでしょうけど。チケットは一昨年のガンバ大阪戦以来2度目の完売。歴代2位の1万5000人余りが詰めかけました。開幕から2連勝で3位につけるファジアーノ岡山と5位セレッソ大阪、リーグ戦では実に5年ぶりの対戦です。セレッソの攻撃の中心は10番、2010年南アフリカワールドカップの MVP にして得点王、ウルグアイ出身のディエゴ・フォルラン選手。カウンターになった瞬間にいいポジションに位置取るのが抜け目ないっていう感じでした。そのフォルラン選手もいい選手と認めたのがアジアーノの10番、司令塔の千秋孝則選手。前回フォルランにね褒められたので、もう一回褒められるように頑張ろうかなと思ったぐらいです。前半セレッソを上回る5本のシュートを放ったファジアーノ、強豪相手に互角以上の戦いを見せます。ところが後半開始早々の3分でした。一瞬の隙を突かれ、フォルラン選手のクロスからセレッソ大阪の7番パブロ選手に先制点を許します。前半の内容、セレッソに対してかなりやれるなという印象で終わってしまったということ、それによって緩んだ立ち上がりになってしまったということ、それが大きかったと思いますね。オルファジアーノ、あの手この手でセレッソゴールをこじ開けようと試みます。交渉もヒートアップ。そのまま時は過ぎ、迎えた後半37分でした。エース押谷勇樹選手が PK を獲得。ど真ん中に決めてついに同点に追いつきます。満員のスタンドも大興奮。押谷選手は2試合連続のゴール。相手のキーパーの選手がもう左に動いてて、僕も左に蹴るつもりだったんですけど、まあ、ギリギリで変えてなんとか真ん中に蹴れた感じでした。開幕3試合で2点取るってなかなかなかったことなので、まあ、去年の終わりのいい調子がそのまま来てるかなって思います。勝負のポイントは PK を獲得したこのシーンでした。クロスをやっぱりずっと見えてなかったんですけど、最後の最後で逆サイドに触れたっていうことで勝負ありだと。逆サイドにクロスを触れたとは、今回も巻き戻して確認してみましょう。右サイド33番伊藤選手から左サイドの25番田所選手へ。この大きな展開にセレッソ守備陣の対応が遅れ、 TK につながるファウルを犯したのです。まあ、そこまでのロジックな展開が非常に良かったなと思ってます。なおも逆転に向けて攻めるファジアーノでしたが、相手キーパーの攻守にも阻まれ、勝ち越し点はならず。試合は1対1の引き分け。シュート数はファジアーノが上回り、押していた試合でした。まあ、勝てる試合でもあったかなっていうのはあって、まあ、でもセレッソ相手にそういうことができたっていうのはすごい、まあ、引き分けでしたけど自信につながると思います。これからも続く J1 経験チームとの対戦、さらなる自信をつけるチャンスです。
この後は J2C のファジアーノ、明日は2位千葉との対戦です。 JR 岡山駅西口につながる宝冠町商店街、ファジアーノ岡山の現在の順位が掲げられています。現在 J2 1位、やっぱりいい響きですね。しかしながらファジアーノ岡山、まだまだ強豪チームとの戦いが続くんですね。明日はアウェーで2位のジェフ千葉と対戦。 J リーグが発足した年から加盟するいわゆるオリジナル10の一つで、豊富な資金力を武器に今シーズンもいい補強をしています。長澤監督も警戒心を隠しません。 J2 の中で間違いなく今一番力があるチームなんで、局面的に激しくて厳しいサッカー仕掛けてくるので、まあ、それにまず対抗するっていうのが第一なので、まあ、そういう準備していきたいと思ってます。両チームとも堅い守備が持ち味。キャプテン、明日も頼みます。こんにちは。保育園で作ったの。保育園で作ったの。今日ファジマル会えた？会えた？握手してもらった？ファジアーノ岡山チャレンジ1の取り組みはこちらです。私の大好きなファジマルくんが描かれたパネルになっています。こちら日付と対戦相手も書いてありますので、こちらでファジマルくんと写真を撮って記念に残すのはどうでしょうか。アウェーサポーターは闘争心抜き出しですが、撮影の仕方は自由です。毎試合撮りためても面白いかもしれませんね。今月はファジアーノ岡山のビッシュキャップを5人にプレゼントします。